皆さんこんにちは。こんにちは。おせひです。銀です。今日はアニメを見ます。今日はね、あるアニメをみんなと一緒に見ます。動物好きかな？うん、大好き。トラが大好き。恐竜好きかな？大嫌い。冒険大陸アニアキングダムっていうお話を見るんだけど、動物と恐竜が平和に暮らす超不思議な大陸。そんなお話かな？そんなことありますか？じゃあ早速第1話を見ていきましょう。うん。ここは、ここ優しき動物。もうちょっとリアルかと思ったら違かったわ。動物ゴリラ。誇り高き動物。ライオン。すごい、かっこいい。そして、未だ謎に恐竜。恐竜じゃん。かっこいい。恐竜。ティラノサウルス。耳がキンってする。銀の声。キングダム。すげえ。この地を制するのは動物か。かっこいい。今ここに、すべての生き物たちの壮大な物語が幕を開ける。冒険大陸アニアキングダム。ピンチ。カワウソ村。なんか知ってるかもしれん。話は知らんけど。アニアキングダムのちょうどど真ん中。あ、かわいい。待って、めっちゃかわいいんだけど。すげえ。カワウソ村。カワウソ。カワウソがいっぱいいる村かな。オアシス周辺異常なし。ルッタ。ルッタ。ルッタ。つまんないな。退屈だな。あ、言って何するんだよ、ハート。何言うとね。退屈？平和の間違いやろ。ワンダフル。うん？そうだ、エディ。エディ、エディ。このカワウソ村はアニアキングダム一平和な場所と言われてるんだ。ルッタの父ちゃんのおかげでな。人やで、ありがたい思わな。それは分かってるけど。けど僕はオアシスの守り番なんだ。みんなを守るため。転がってる。子供か。めっちゃ可愛いんだけど。大体あんたみたいなちびっ子がみんなを守れるわけないだろ。あんたみたいなちびっ子は守れるわけないんだ。いいよ、二人さん仲がいいのは分かったから。どこがだよ。行くぞルッタ、長老様が呼んでるぜ。どこ？長老様が？長老様？誰？こいつか？よく来たな、エレファ。今日はどうだった？うん、異常なし。オアシスは村の動物たちの命をつなぐ大切な場所。場所。先祖代々それを守るのがカワウソ一族の役目じゃ。かわいい。とはいえ、無理は禁物じゃぞ。じゃぞ。でも、ではありません。アミ、かわいい。あなたはお父様と比べ、パワーもスピードもありません。そうだよ。危険な行動は慎むのですよ。嫌だ。ルッタ。あのオアシスは、父ちゃんが守り抜いた場所なんだ。だから今度は、僕が父ちゃんに代わって守るんだ。ちょっとルッタ、言い過ぎやで。長老様とアミンさんに謝れ。嫌だ、僕は間違ってない。なんだと。喧嘩してる。ところで長老様、僕に用事があったんじゃないの？大丈夫か？ルッタ、あなたを呼んだのは大切なことを伝えるためです。大切なこと？うん、実はの。なんだ？へい、みんな大丈夫か？地震か？いえ、あれを。あ、恐竜。火山？いや、恐竜。火山じゃないの。まさか、こんなにも早く。恐竜たち。恐竜がいる。ついに来たか。どうしてこんな。平和じゃねえやん。火山の噴火なんてもう何百年もないって聞いてるぜ。これは
我ら動物族に伝わる古い予言じゃ。アニアキングダムの平和が乱れる時、大地に赤い涙が流れる。赤い涙ってマグマのことか。予言通り、この大陸に何か良くないことが起ころうとしておるのか。だったらみんなのオアシスを守らないと。いけません。そうやって無茶をしないよう長老様はあなたを呼んだのです。あなたを守るために。でも僕はオアシスの守り番だから。待ってるんだ。俺たちも行くぜ。みんな大丈夫？暴れてる。みんな、へい、見ろ。まあ、逃げられなくなったんだ。やってる。寝てるだけ。コアラって一日中寝てる動物だけど、こんな時にまで。うわ、どないしよう。ここは僕に任せて。でも言ったろ、僕はオアシスの守り番。みんなを守りたいんだ。じゃあ約束して、絶対に戻ってくるって。わかった。ほんまに？ああ、嘘じゃない。ふっか。やばばばやばばやばばやば。ほいよ。すごい。説明しよう。コツメカワウソは泳ぐのがとっても得意な動物なのだ。あ、ダメ。お、見つけた。すごい。かわいい。すごい。すげえ。ありがとう、ルッタ。やったな、ルッタ。あと、このアホ。うそ。でも見直したわ。あんたみたいなちびっこでも誰かを守れるんやな。よくわかりました。あなたはパワーやスピードよりもっと素晴らしいものを持っているのですね。素晴らしいもの？それは勇気じゃ。勇気？あ、どうだもん。へい、危ない。石石や。どんどん減っていってる。水は命の源だ。干からびたらみんな生きていけないぞ。わあ、みんなのオアシスが。どないしよう。長老様、何かないんですか？オアシスを救う方法は。あるにはある。本当？この岩を溶かすことができれば水は戻ってくるじゃろう。こんな大きな岩無理や。できるとしたらあやつか。長老様、しかしそれは。うむ、危険な賭けじゃ。あやつは大変な力持ちじゃが、もし怒らせるようなことをすれば。一体誰なの？ここでクイズです。あやつとは一体誰なのでしょう。サイとか。サイ、あ、力持ちの人ね。サイの、じゃあ名前なんと思う？ブサイク。え？ティラノサウルス。ブサイクってこと？ティラノサウルス。ティラノサウルス。ティラ。おー、うん、力持ちでしょ。うん、力持ちの動物、うん、ライオンでいる。ライオンのなんと思う名前？想像でいいよ。ライオン。フランスのライオンかなんか。ライオン。じゃあ続きを見てみましょう。森の奥深くに住む。あ、じゃあ違う。ゴリラのオサじゃ。ゴリラ。あやつならこの岩を動かすことができるかもしれない。全然違うんだけど。でもゴリラに会ったらただじゃ済まないって噂だぜ。僕、行くよ。ルッタ、聞いてなかったのか？奴は。怖いけど頼みに行くよ。このオアシスは僕たちの大切な場所だから。ゴリラの森に行くことを決意したルッタ。果たして彼を待ち受ける運命とは。はい、エディです。エブリバディ、せーの、アニキTV。今回はコツメカワウソのルッタ。カワウソは太くて平べったい尻尾を上下に振ることで素早く泳げるんだ。泳いでいる時も口や前足で物を運んだりできるぞ。それに
陸上でも水中でもピントを合わせられる特殊な目を持っているから、水の中でもよく見えるらしいぜ。グレイト。ドキドキ始まる、アニアキングダム、さあ行くぞアニア。え、かわいい。アニアって何？かわいい歌が。どうでしたか、アニアキングダム第1話。続きがめっちゃ気になる。続きが気になる。めっちゃ続き気になる。あの恐竜たちがどうなるか分かんない。出てくるらしい、ね。カワウソのルッタが主人公かな。うん。ルッタ主人公じゃない。ね、かわいいカワウソの男の子。いやルッタかわいい。ルッタかわいいね。だってスイスイ泳げるんだもん。かわいいけど勇気があるよね。お友達助けに行ってね。誰かさんと大違い。どっかのお姉ちゃんと大違い。銀くんだったらあの見て見ぬふりするよね。次回第2話はね、銀の大好きな恐竜も出てくるからね。また2話もお楽しみに。バイバイ。また見てね。また見てね。続き気になるね。